ジャカビヨルは、スロベニアブゼニツァ出身のサッカー選手。ドイツツバイテリーがハノーファー96所属。ポジションは MF。2017年に、国内リーグ 1SNL の NK ルダルベレニエと契約。ルーキーシーズンの2017から18シーズンは、リーグ戦30試合3ゴールを記録し、1年目から主力として活躍。2018年6月22日。 PFC チェスカモスクワと5年契約を締結。加入1年目の2018から19シーズンに、ロシアスーパーカップで優勝を経験。2シーズンで53試合後ゴールを記録し、中心選手として活躍。2020年9月には、ハノーファー96が、ビオルの獲得を目指していると報じられた。その後両チーム間で交渉が行われ、同月19日に1年間のローン移籍で、 ハノーファーに加入したことが発表された。プロデビュー前の2014年からユース世代のスロベニア代表に随時招集。2018年は U-19 代表で UEFAU-19 欧州選手権に出場。同年10月13日の UEFA ネーションズリーグのノルウェー戦でフル代表初出場。2019年には U-21 代表で UEFAU-21 欧州選手権2019に出場した。ありがとうございます。